鼻にわさびを入れながら出前を注文できるのか。これを鼻にぶち込んで、はいはい、わさびの辛さにきつさに耐えながら、それに全くリアクションもせず出前頼んでやりますよ。なるほど。じゃあ今から入れたいと思います。はい、わさび。自分で考えたやつですから。頑張ってやってください。行くぞ。はい、よし。入ってますね。急いでください。何ですかこれ。もうお店が潰れてる。潰れてるんですかこれ。一回タイム一回やめますか。一回ちょっと待って。はい、じゃあ今度は逆の花に入れたいと思います。いきます。わあすごい。いや蓋してる場合じゃねえ。痛い。ああ間違った。痛い。はい、お電話ありがとうございます。すいません、こう出前ってやってますか。はい、大丈夫です。はい、10、6210です。はい、はい、そうです。はい、お名前いただけますか。はい、ご住所お願いします。はい、はい、1階です。はい、はい、はい、承りました。はい、なんか今おすすめとかありますか。今、まあ、おすすめは、夏野菜のカレーです。ああ、それいくらですか。こちらですと宅配手数料が高い。はい、1100円。ああもうちょっと安いのなかないですか。ああ、揚げ物とかで、なんかですか。はい。ああ、それいくらですかね。はい。手数料合わせまして、ちょうど1000円。ああ、じゃあそれでお願いします。はい。はい。量も辛さも普通。ああ、普通で、はい、普通でお願いします。はい。はい。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。大丈夫ですか？ダメ。遅い。新人だ。絶対新人だ、あいつ。どうですか？面白く伝わってる？大丈夫。どうだ、一言ももだえずやってやりましたよ。いや結構もだえた。男気感じただろう。いや別に感じなかったっすけど。彼女募集中。何か言い残すことないですか。早く死にたいよ。はい、なんとか来てくれました。ごっつぁんです。YouTube エンタメウィーク9月14日から23日までトップ YouTuber さんたちがいろんな